いや、だけれど早すぎたんだ。正確に言えば勢いをつけすぎたんだ。線路の向こうに飛び越したんだ。しくじった。この次だ。だから僕に先にやらせりゃいいのに。そうはいかんさ。君に先にやらせちゃ僕の顔が立たん。僕は君の自殺には反対なんだ。見て見ぬふりはできない。僕は自分のことさえどうでもよけりゃ、君を警察へ送り届けるなり、家へ送り届けるなりするところだ。しかしそれができない。君が僕の言うことを聞かない以上、君のやりたいことは僕のいないところでやりたまえ。場所もここと限ったわけじゃないんだから。ここ先に見つけたのは僕なんですよ。あと先の話をしているんじゃない。僕が生きている限り君を殺すわけにはいかないから、そう思いたまえ。じゃあ僕を生かすためにあなたも生きることを考えたらどうです。それなら話はわかる。そうか、それでわかった。君は本当に死ぬ気はないんだな。それでわかった。そんならそれで君、こんなところにいつまでもいるのはよしたまえ。今のがもう遅いぜ。さっきのが十字の浜松行きだ。死ぬ気がないのはあなたの方でしょう。鉄道自殺のやり損ないなんてあんまり流行らないからな。よし、そんなの見てろ。今度は僕だ。何するんだ。やりやがった、チキショー。本当にやりやがった、チキショー。やっぱりこいつは、あんたじゃ具合が悪い。おやこいつもすれ違いか。ダメだ、貨物列車だ。え、貨物相手。が入りやがった。やいって、いて、あ、これいかん。痛い。すみません。あの、ちょっと目見てもらえませんか。いや、え、見るのはいいが、君、この分かりじゃ。ああ、どら。上を向きたまえ。そう、まぶたに力を入れちゃダメだよ。ああ、見ようです。ありますか。見えるもんか、これじゃ。一人でゆっくり取りたまえ。痛い。ご仕事だから、あの、取ってからにしてください。いや、だからもう君、見えないものを 見ろ。だってそれは無理だろ。あ、そうだ、よし、痛いついでにさ、一思いにやってきたな。そんな無茶言わないで。あの、これじゃ、このままじゃどうしようもない。なんとかしてください。なんとかしてください。きれいに食ってやら。早く。やっぱりどこだな。これ。マンケージかなんか出さない。あ、ポケットに入ってますから引っ張り出してください。これ。これでいいの？なんか出たぜ。写真だな。どれ？